岡山さん？岡山。岡山さん？岡山さん、岡ピーじゃない。じゃないよね。岡ピーもよく知ってるけど。みんな繋がってます、ね、けどあの辺はあの、うん、もうバギーの練習のためにやってるだけだから、あそうなんだ僕のところじゃ。はい、それでは時間となりました。ワイド GT クラス始めていきます。予備予選榎本くんからいきましょう。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは榎本。さあ予備予選1分間走って、2ラップの合計取ります。予選の組み合わせを決める予備予選。僕は気使うからよ。てかあのシュポシュポやって30分こう染み込ましてとかやってない。モロハシさんはやってないこと。やるんですよ。そう思ってない。マジでモロハシさんね、話しちゃうよ。そうですよね。いや、僕こういうスタイルさん目指していきたいんだけど、モロハシさんの方がまずかない。あれなんですよ、あのほら小野さんとかいるじゃないですか。はいはいはい、うんうん、あの辺なんかもう超絶うるさいからね。小野橋さんはよく走るよって言うから。前の車を見てみたら壊れてるから。木村君、俺今日ずっと見てるんだけど。あ、わかります。やっと挨拶した。そういうふうに言われちゃう。はい、ポンダ OK です。中沼さんどうしたの。プラクティス終了です。ん、大丈夫。はい、それではマーシャル OK ですね。それではスタートします。1分間です。レースを開始します。榎本スタート。大丈夫、計測ライン通ってからだ、うん、ここから1分です。7秒6。合計タイムが20秒5です。10秒76。合計タイム上げてきました。19秒65。さらに上げてきた。9秒660。9秒56。さあうまくいけばもう一周できます。ここまで9秒6、9秒5とつないできている榎本選手。9秒7。最終周、さあ最後どうなんだ。安心しています。9秒5。19秒122。さあベストタイムは9秒555です。よいしょ。さあ2人目が誰だ。藤岡選手、その次が木村選手と続いていきます。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは藤岡一。はい、ポンダ OK です。準備ができたらいきます。プラクティス終了です。はい、それでいきます。レースを開始します。藤岡一スタート。さあ榎本君のタイムを破るには9秒56。これが2回必要になってきます。さあ1周9秒70。さあ2周目9秒73。2番手。9秒526。これがもう1回出るとトップになります。9秒73。まだ2番手。さあ見捨てしまった。10秒台。もう1周あります。もう1周あります。ここまで9秒7、9秒5とつないできている。もう1回9秒5が欲しい。9秒7。2番手。これが最終周。ダメだ。最後攻めたが。もう榎本さんがじっと見てます。そうですね。はい、藤岡選手です。マシンを回収してください。
さあ榎本くんがトップを守りました。その次はい、木村選手です。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは木村ワイド選手といきます。さあ榎本くんのタイムを破るには9秒56、これが2回です。なんかおかしい、はい、ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。計測ラインを通ってから1分です。木村ワイドスタート。さあ3人目、木村選手のチャレンジ。よーっ、転倒。またが、やばい。ナイスマッサージ。なんとかまとめていきたい。この週はいけそうです。あー、11秒0。さあ9秒69、うまくいけばもう一周。さあ行けそうか。マシンを回収してください。3番手です。さあ次が初田選手です。よいしょ。さあ榎本選手がトップを守っています。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは富山の初田。プラクティス終了です。はい、もう一周させてください。はいはい。はい、それでいきます。レースを開始します。小山の初田スタート。さあ4人目、初田選手です。さあ1周目9秒28。さあトップが狙えるタイムを1周目から出してきました。さあこれもいい、トップに立ちました。9秒13を並べてきた。10秒9。9秒3。もう一周できます。ここまで9秒13を並べてきている。さあ来たか。9秒087。最終周8秒台が出るのか。ああ、さあただトップに立ちます。では終了です。マシンを回収してください。フラクティススタート。フラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは56が中沼選手、伊藤選手、名村選手、村田選手、最後栗島選手と続いていきます。
はい、ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。ゴロチュースタート。さあ、まず1周目は9秒6秒から入ってきました。トップタイム破るには9秒11、これが2回必要です。さあ2周目9秒4、5番手さあ3周目9秒669、5番手変わらず。一気に2番手まで上がってきた。9秒2を並べてきました。2番手もう1周できます。ここまで9秒2725ときている。9秒3、これが最終周。あさあ、ただ、2番手に上がってきました。レース終了です。マシンを回収してください。さあ、初田、諸橋、榎本、藤岡、木村選手の順。次が中沼選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは中沼ワイド。はい、ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、行きます。レースを開始します。中沼ワイドスタート。さあ6人目、中沼選手のチャレンジです。最初の9秒182。2周目9秒2、諸橋選手をかわしました。2番手浮上、前に初田選手が見える。9秒3、2番手。9秒6。9秒4。もう1周できます。もう1周できます。もう1周できます。ここまで9秒1、9秒2とつないできている。さあ最終周入ってきました。最後レース終了です。マシンを回収してください。中沼選手。さあ残りが4人です。伊藤選手からいきましょう。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは伊藤住職 GT。 タイムは9秒11です。これが2回必要。はい、ポンダ OK。 プラクティス終了です。スタート。はい、行きます。レースを開始します。伊藤住職 GT スタート。7人目、伊藤選手。9秒36。さあ2周目9秒3、並べてきました。諸橋選手の後ろ4番手。9秒30。4番手変わらず。3番手浮上。さあすぐ前に中沼選手が見えます。さあ2周の合計タイムで100分の2秒差。
秒3、3番手、これが最終手になるか。最後帰ってきます。レース終了です。マシンを回収してください。さあ残りが2人かな。じゃあ3人ですね。まずは、名村選手から。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはレンタカー。今日はレンタカーで出場です。ハイポンダ OK。 プラクティス終了です。はい、それでいきます。レースを開始します。レンタカースタート。2周目帰ってくる。8秒89、一気にトップに立ちました。レンタカー3周目9秒07、トップタイム更新しました。8秒94、トップタイム更新。8秒8、8秒9と来ている。8秒94、さらにトップタイム更新。もう1周できます。8秒856、8秒8を2まとめてきている2回。これが最終週か。最後8秒896、トップです。さあ村田選手です。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは村田に。さあハードルが上がってしまいました。トップタイム8秒87、これが2回必要になってしまった。村田選手 OK です。プラクティス終了です。はい、行きます。レースを開始します。村田にスタート。8秒805、2番手。もう1回これが欲しい。9秒1。さあもう1回805が出ればトップです。9秒1。もう1周できます。さらにもう1周できます。もう一周できると思います。10秒台、これが最終周。レース終了です。マシンを回収してください。さあ最終ドライバー栗島選手。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは苦しい。トップタイム更新の条件です。ポンダ OK です。プラクティス終了です。さあ最後10人目栗島選手、それではスタートします。レースを開始します。いいスタート。最終は13秒台。
846。これがもう一回出ればトップです。8秒922番手、すごい、100分の何秒差、2周合わせて8秒87トップに立ちました。ここまで8秒84、87と来ている。8秒9、これが最終周。最後ミスったが、これでもトップです。はい、終了です。マシンを回収してください。2番手名村選手、3番手に村田選手がつけました。はい、それでは予選の組み合わせ作ります。はい、予選1回目45分スタートします。10分置きます。45分スタートします。今組み合わせ出します。住職ちゃんとマスクしてくださいって言われて、45分スタート。予選1回目は45分です。そうそうそう、なんか1個増やして、いきなり引いた瞬間リタイアとか。
しょ。はい。袋、あ、帰りでいい、帰りで、帰りで、うん。はい、それではそろそろ時間です。予選の1回目、始めます。諸橋選手、榎本選手、藤岡選手、木村選手です。プラクティス時間は2分。コースオープンします。予選出走のライダーは諸中、榎本、藤岡一、木村ワインド。
さあこちらのクラスもやはり20周がキーポイントになってくると思います。はい、藤岡選手 OK です。榎本 OK、 諸橋 OK、 はい、全勝 OK、 プラクティス終了です。はい、ストレート止まってます。はい、並べてください。1番前諸橋選手、2番手榎本、3番手藤岡、4番手木村選手。はい、それではスタートします。予選3分間1組目です。レースを開始します。そして3番手榎本選手、4番手木村選手か。さあファーストテストは諸橋選手です。9秒台、9秒61、他の選手はまだ10秒台です。さあ藤岡選手9秒76ベスト、トップまだ1秒。さあこれ4番手木村選手が9秒57、このヒートのファーストスタート。その直後諸橋選手はそれを塗り替える9秒489、トップのマシンです。藤岡選手が9秒76ベスト、2番手諸橋選手が9秒40ファーストテストで逃げていきます。2番手藤岡選手が1.8秒、3番手、木村選手3秒4、4番手榎本選手が1.3秒です。木村選手前の週9秒57、藤岡選手が9秒70ベスト。さあレースね、序盤ミスした木村選手、ベストを連発して2番手藤岡選手に近づいてきます。1分経過、藤岡選手ベスト9秒60。さあ諸橋藤岡のトップ争いは2秒2です。ここで3番手木村選手がファーストテスト9秒390、藤岡選手9秒46ベスト。さあ藤岡木村の2番手争いは3秒5、折り返しの1分30秒。さあ諸橋選手が19周の0秒から1秒ぐらいのペース、トップは11周目に入っています。さあ木村選手ちょっと見つかった。さあ諸橋選手はファーストテスト更新9秒364。さあトップが13周目に入ってきました。19周1秒予想、藤岡選手が2番手4秒6、3番手木村、4番手榎本です。残り50�表、榎本選手前の周9秒51、残り50�表。さあトップ諸橋選手は帰ってきます。16周目、残り3周という予想。さあ木村選手ファーストテスト9秒165、猛追する2番手争い、1秒9前の周、この周 1.5 秒、あーミスったか。さあトップです、トップきます。木村選手の後ろからトップ。さあ残り10秒。さあ木村選手は3番手であるが、トップ榎本君後ろからトップです。まもなく3分になります。モロシューゴール、モロハシュゴール、木村ワイムゴール、榎本ゴール、ゴールレース終了です。マシンを回収してください。19周3秒でトップゴール。ただ木村選手は9秒165。いやいや、さあ、2組目初田選手、中沼選手、伊藤選手、予選2組目コースオープンします。プラクティススタート、
プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは富山の初田、中沼ワイド、伊藤住職 GT。 伊藤さん OK です。カッサ選手 OK。 はい、全車ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、ストレート止まってます。ストレート止まってますよ。ストレート止まってます。ストレート止まってますよ。はい、並べます。初田、中沼、伊藤の順。中沼さん1個前。あ、それ3番手、うん。はい、ありがとうございます。それでは3名による予選2組目3分間いきます。レースを開始します。すごい綺麗なスタート。3台、うわー、伊藤選手が前に出ました。勝田、伊藤、中沼、1周目は伊藤選手が一番速かった。9秒19。さあ、伊藤選手がトップに襲いかかる。中沼選手まだ0秒6。さあ、3台が0秒9の中に入っています。伊藤選手が0秒3後方、中沼選手0秒7。ファステストは伊藤選手が持っています。初田選手が9秒09、このヒートのファステストをマーク。伊藤選手が9秒1、中沼選手が9秒2ベスト。1分経過、全車が20周予想です。初田選手はトップを守っています。斉藤選手ちょっとだけミスった。トップ争いで0秒9。ただこの週また差を詰めてくる伊藤選手。伊藤選手がベスト、9秒006。折り返しです。11周目に入っていったレース。中沼選手9秒15ベスト。さあ、トップ争いは0秒5です。中沼選手が3秒2後方。さあ、オドケが2分になります。トップの2台が14周目に入っていった。初田選手が9秒06ベスト。トップ争いは0秒5。トップ2は20周回ってくる予想です。現在15周目に入っていったところ。16周目。さあ、伊藤選手が8秒台入れてきました。8秒999。中沼さん、ありがとう。あー、こけた。残り間もなく15秒。初田選手が19周目、もう1周あります。この選手、伊藤選手ミスったがもう1周あります。残り5秒。初田選手が20周目に入ってきました。それを追う伊藤選手も最終周。ここで3分。初田選手が25秒でトップゴール。中沼ワイドゴール。レース終了です。マシンを回収してください。初田選手は総合トップ。2番手伊藤。3番手が諸橋選手です。4番手中沼選手。藤岡、木村、榎本の順。最予選1回目の最終ヒート入ります。フラクティススカウト。フラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは苦しいレンタカー村谷。
はい、栗島選手 OK、 村田選手 OK、 はい、全社ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、手空いてる方はマーシャルお手伝いお願いします。マーシャルね。はい、並べます。栗島、名村、村田の順。はい、ありがとうございます。それでは予選1回目の最終ヒートをスタートします。レースを開始します。さあ、栗島選手はまずオープニングラップ8秒台、8秒78。栗島選手8秒76、名村選手が8秒9。さあ、トップ争い栗島、名村、これがちょうど1秒、村田選手が0秒9後ろです。30秒経過。8秒747、全体ファーストストです。レースは7周目に入っていく。順位は1周目から変わっていません。名村、村田が続く。村田選手も8秒台、8秒95。1分経過。レース9周目に入っていきます。栗島選手が飛び抜けている。2番手に3秒近い差をつけています。10周目。さあ、村田選手が名村選手の0秒8後方、2番手争い。折り返しです。なんと栗島選手はゴール予想21と表示されている。2番手3番手は20周予想です。さあ、レース13周目に入っていきました。栗島選手、名村選手が3秒6後方、村田選手 1.8 秒。この3人が総合順位でも1、2、3ペースです。さあ、ここで2番手名村選手がベスト、8秒923。残り時間1分切っています。トップ栗島選手は21周ペースを守っている。残り45秒。レースは16周目に入っています。残り30秒。栗島選手が18周目、21周ペース守っている。19周目。残り15秒。さあ、栗島選手が20周に乗っけてきます。もう1周あるという予想。さあ、大時計残り5秒。栗島選手21踏んできました。ここで3分。レンタカーゴール。名村選手20周2秒、村田選手が4秒。レース終了です。マシンも回収してください。16秒です。さあ、予選1回目、栗島、名村、村田、初田、伊藤、諸橋、中沼、藤岡、木村、榎本選手の順、組み替えがあります。予選2回目組み替えます。予選2回目の1組目、中沼、藤岡、木村、榎本、これが6時5分からでいいですか。5分後、6時5分スタートしたいと思います。
6時5分、予選の2回目スタートします。はい、このあと6時5分予選最終2回目スタートします。はい、私が走ったら結果が出ない。え、本当？あ、ごめんごめん、マジか。予選2組目だっけ。どこか、じゃこれを出して、これなんでプリントしなかったんだ。誰か、クリちゃん早いっすね。これ誰だ、 B か、カル？カル？ B カル。あ、カルベさんだ。ほんと？あの、あ、カルベさんって、当時ねか。あの、見てくれてんだ。うん、あのミニツーファンごっこの時によく、ホンダの、ホンダに勤めてる方だったね。はい、それでは時間になりました。予選2回目スタートしていきます。組み替えが行われています。中沼、藤岡、木村、榎本。コースオープンします。
出走ドライバーは中沼ワイド、藤岡一、金田ワイド、榎本。現在4番手につけているのは初田選手、20周5秒です。これがターゲットタイムになります。はい、中沼さん OK。 木村選手、はい、全車ポンダ OK です。プラクティス終了です。前から中沼、藤岡、木村、榎本。なんか圧がありますね。はい、それではスタートします。3分間です。レースを開始します。はい、OK です。ちょっと中沼選手が出遅れた感じ。さあ、藤岡選手前に出たか。さあ、中沼選手は最後尾まで落ちていった模様。ピンクのカラーリング、藤岡選手がトップが帰ってくる。2番手木村、榎本、中沼と続く。さあ、中沼選手がファーストテストで追います。9秒39、最後尾のマシンが一番速い。木村選手がファーストテスト9秒370。さあ、チームメイト対決、藤岡対木村。残念、なんか止まってしまった。さあ、木村選手がトップに勝っている。さあ、木村選手、これはね、大切にいきたいです。中沼選手が2番手、3番手の持つ選手、藤岡選手はティーバーが折れたという情報。大時計まもなく1分になります。ここで2番手に上がってきた中沼選手はファーストテスト9秒35、トップ争い2秒。さあ、中沼選手が9秒19、トップ争いが近づいてくる。 1.5 秒、榎本君9秒48、ベスト3番手。木村選手9秒35、ベスト。榎本君が9秒35、ベスト。さあ、折り返しです。木村選手9秒30。さあ、木村選手でペースがいいんですよ。もうすぐ20周ペースまで来るとこです。折り返ししてます、時間折り返してます。さあ、中沼選手がただ1秒以内に近づいてきている。トップ争い、どうした、どうした。さあ、これ榎本君がすぐ後ろに来てるぞ。これが2番手争いです。残り時間まもなく50秒になる。中沼選手が14周目。さあ、中沼選手もね、レース序盤のあれがなければね、十分20周狙えたペースだが、残り時間が40�ョ、現在19周2秒ぐらいの予想です。さあ、そして2番手が木村選手、その後ろに榎本選手が3番手、残り30秒。さあ、中沼選手が20周入れてくれば伊藤選手のタイムが見えてくるんだが、残り間もなく15秒。さあ、トップが帰ってきます。19周目、これが最終になるのか。残り5秒。木村、榎本も最終周入ってきました。ここで3分。中沼ワイドゴール、はい、中沼選手19周4秒、木村ワイドゴール、木村選手逃げ切った。3番手榎本選手です。レース終了です。マシンを回収してください。もうちょっと丸くなってるんだけど。
フラクティススタート、はい、フラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは富山の20日、伊藤住職 GT、モロ中。さあ、初田選手は現在4番手につけています。20周5秒、伊藤選手が8秒、諸橋選手は1回目19周3秒。はい、全車 OK です。プラクティス終了です。さあ、予選上位4名が A メインです。はい、並べます。1番前初田選手、伊藤選手、諸橋選手と続きます。ターゲットタイムは20周5秒です。はい、藤岡さん、ありがとうございます。それではスタートします。レースを開始します。現在予選総合5番手の伊藤選手は前の初田選手抜いていかないと A 面が見えてこない。トップ争いは0秒8です。ファーストテストはトップを走る初田選手、9秒22。初田選手は9秒18、伊藤選手9秒41、諸橋選手が56です。レースは5周目に入っていく。伊藤選手9秒30、諸橋選手が37。トップ争いは1秒差。伊藤選手はここでファーストテスト9秒15マーク。今度は、いや、伊藤選手は再びファーストテスト9秒01。トップ争い1秒切っています。0秒9。レースは9周目に入ってきました。トップは初田選手、伊藤選手が2秒3後方、3番手諸橋2秒1です。さあ、トップを走る初田選手は4番手守るどころか、3番手も見えるペースです。村田選手をかわしてくるんじゃないかというペース。折り返しです。11周目に入っています。さあ、伊藤選手は2番手守っているが、トップまで3秒5、モラ選手が1秒7後ろにいます。初田選手9秒01ベスト。さあ、初田選手は村田選手のゴールタイムとほとんど同じ予想、2人とも20周4秒です。ここでベストは3番手のモラ選手9秒27、住職まで 1.6 秒、残り50秒。さあ、初田選手が16周目に入っている。まだ村田選手を超えてくるという予想。17周目、残りが30秒。さあ、初田選手ギリか。前の週は、おお、前の週は村田選手、この週は初田選手、残り20秒。19周目に入ってきました。もう1周あります。もう1周待ってどっちかというところです。2番手伊藤選手がもう1周あります。残り5秒。さあ、初田選手は最終周入っています。あとは何秒で帰ってくるか。ここで3分。諸橋選手はゴール、富山の初田選手ゴール、全勝。初田選手が3番手が上がってきました。20周4秒に伊藤選手、総合5番手、諸橋選手が6番手。
ぶつけるつもりはなかったんだけど。たまに。さあ予選最終ヒートです。これはどうでしたか。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。実装ドライバーは古市、レンタカー、村谷。はい、全車ポンダー OK です。プラクティス終了です。はい、並べます。栗島、名村、村田の順で並べてください。はい、それではスタートします。予選最終ヒート3分間です。レースを開始します。早かったのは栗島選手、8秒78、8秒台この選手だけです。さあ2周目も8秒台栗島選手だけですね。さあ名村選手も8秒台入れてきました。8秒89、2番手の選手、トップまで1秒です。50秒経過。さあレースは8周目に入っていきます。栗島選手、名村選手が 1.4 秒、村田選手 1.9 秒。さあこれ栗島選手が8秒693、全体ベスト。名村選手8秒87、ベスト。突破争い 1.7 秒。さあ村田選手は今総合順位3番手争い、初田選手としています。もうちょっとペースアップ必要です。折り返し1分30秒、村田選手が9秒004、栗島選手は今回も21周入れてくるという予想。名村選手も自身の1回目のタイムは超えるペースです。村田選手はペース安定してきました。徐々に初田選手の背中が見えるペース。残り時間が間もなく50秒になります。栗島選手が15から間もなく16に入るところ、残り5周です。さあ村田選手は初田選手と同じ20周の4秒とこまで来てます。村田選手ここでベスト8秒98。名村選手も1回目のタイムは超えてくる。村田選手再びベスト8秒97、残り30秒。残り15秒。さあ村田選手ちょっとミスった。残り10秒。栗島選手は21周ペースを守っている。栗島選手今回も21踏んできました。大時計ここで3分。レンタカー名村選手20周1秒、1回目のタイムは超えてきました。村田にゴール。村田選手20周1秒、マシンを回収してください。栗島選手が21周6秒1。
さあ A 面決めたのは栗島、名村、初田、村田選手の4名です。ああ、勝ち抜きじゃんけんが、なるほど。これで、ワイドクラスはいつも通り2回行います。決勝2回行います。 B 面は3分立て続け2回、 A 面は6分2回いきます。25分 B 面スタートします。はい、B メインは伊藤、諸橋、中沼、木村、藤岡、榎本選手、準備お願いします。5分後、25分スタートします。決勝の組み合わせ貼ってくれました。はい、くじ引きます。伊藤さんから7。はい、次諸橋選手、その次中沼さん、下に棒が、9、中沼さん、その次は木村選手、4。はい、次藤岡さん、最後榎本君、また2だ。はい、
OK です。それではコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。3分。出走ドライバーは伊藤重職 GT、 諸中、中沼ワインド、木村ワインド、藤野海地、榎本。上位2名が A メインに勝ち上がります。はい、伊藤選手 OK、 モラスさん OK、 中沼さん OK です。藤岡さん OK、 榎本くん OK。 はい、それではマーシャルお願いします。マーシャルお願いします。CRC のやつってなんだっけ。あ、そうなの、知らん。 CRC のやつってなんだっけ。はい、 OK です。プラクティス終了です。え、 CRC ジャパンで、いや、やってない、やってない、やってない。お、ツイッターにアカウントCRC ジャパンっていうツイッターアカウント。ああ、ツイッター。あ、俺、これここのレース実況のね。あ、そういうことか、忘れてた。1番前が伊藤さん、2番手諸橋、3番手中沼、木村、藤岡、榎本の順。ここ行かせてください。はい、3分立て続けに2回行います。それでは1回目 B メイン決勝レーススタートします。レースを開始します。OK です。さあ、モラス選手がミスりました。一気に2台抜かれていく。中沼、藤岡が前に出た模様。さあ、トップは伊藤選手です。中沼、諸橋、木村、藤岡、榎本と続いている模様です。さあ、伊藤選手がファースト、いや、2番手中沼選手がファーストスト、9秒17。トップの2台が帰ってきます。まずは伊藤選手、中沼選手が1秒後ろ、3番手諸橋 1.7 秒、そのすぐ後ろに木村選手が4番手です。藤岡、榎本と続く6台。さあ、トップは変わらず伊藤選手です。2番手からファッセス男、中沼選手が1秒差。3番手諸橋選手、後ろから木村選手4番手。諸橋、木村の3番手争いが一番近い模様です。さあ、ここで伊藤選手がファッセス男、9秒114です。さあ、同ポイントの場合は周回で、順位決めます。現在レースは8周目に入っています。まだ全車が同一周回か、いや、榎本君がラップされてますね。さあ、中沼選手が 1.3 秒後ろ、1台試験にこけています。ラインではないが、はい、クリアです、ありがとう。1分30秒、折り返し地点。さあ、木村選手がね、あー、ミスっている。さあ、諸橋選手とぴったりくっついていたが、折り返しを過ぎています。伊藤選手が11周目に入っている。さあ、ピンクのマシン、藤岡選手はおかしいという情報。これで榎本くんが5番手浮上。さあ、一番近いのは伊藤、中沼のトップ争い、これが 1.6 秒です。大時計2分経過、残り1分。さあ、これベストは木村選手、9秒31、現在4番手です。残り1分切っています。伊藤、中沼、諸橋、木村、榎本の順。さあ、伊藤選手がファーストですと9秒04。2分20秒経過。さあ、伊藤、中沼、この2台は20周予想です。諸橋ベスト9秒39、現在3番手。残り20秒。青い。さあ、伊藤選手は現在18から19に入ります。もう1周あります。中沼選手ももう1周あります。残り間もなく5秒。まずは伊藤選手20周目、最終周。それを追って中沼選手も最終入ってきました。ここで3分、木村ゴール、木村ゴール、諸橋ゴール、伊藤重職 GT ゴール、
藤岡1ゴール中沼愛レース終了です。マシンを回収してください。1回目伊藤中沼諸橋トップ3です。このまま決勝2回目いきます。前から伊藤、諸橋、中沼、木村、藤岡、榎本。中沼さん、後ろだよ。中沼、伊藤、諸橋、中沼、木村、藤岡、榎本。はい、それではスタートします。B メイン決勝2回目3分間。レースを開始します。見せてしまった。これは伊藤中沼にとっては美味しい展開です。このポジション守ればそのまま A 面です。そして3番手にあるのは木村選手ですね。藤岡、そして諸橋、榎本と続いていった。さあファーストは伊藤選手です。9秒28。榎本君後ろからトップが来ます。30秒経過。さあ先ほどと同じく伊藤中沼、この2人がレースを引っ張っています。トップ争いは0秒8。3番手に木村選手がつけています。 1.7 秒ぐらい。4番手藤岡、諸橋、榎本と続いています。藤岡選手9秒63ベスト、榎本君が9秒61ベスト。ここでトップ伊藤選手がファーストですと更新9秒27です。2番手中沼選手との差を広げてきています。伊藤選手9秒10再びベスト。トップ争い 1.4 秒。さあ中沼選手は現在2番手、この位置キープで A メインです。3番手に木村選手がおよそ2秒後ろにいます。木村選手ベスト9秒40、中沼選手前の周9秒26ベストです。折り返し1分30秒、木村選手9秒28ベスト。さあ藤岡選手9秒56ベスト。さあ大時計は間もなく2分に近づくところ、トップ伊藤選手が12から13に入る。さあ一瞬トップが入れ替わりそうだったのか、伊藤選手と中沼選手、ただこの2人この順位でいけば勝ち上がります。木村選手が 1.1 秒後ろにいます。3番手、さあここでベストは藤岡選手9秒47、現在4番手、木村選手まで3秒、残り45秒。さあ伊藤選手、中沼選手、木村選手、これがトップ3です。藤岡4番手、5番手諸橋、6番手榎本、中沼選手9秒24、トップ争いが0秒7。榎本君来ます、トップ。ありがとう、続けて榎本君2番手が来ます。残り20秒、18周目に入っていました、トップ2。今回は19周止まりか。伊藤選手は19周0秒0ペース。19周目に入ってきました、トップ。伊藤選手はもう1周ある可能性があります。全力で行ってください。残り5秒切ってます。大時計ここで3分、中沼はエンドゴール、中沼選手は2番手でゴール、榎本ゴール、木村はエンドゴール、諸橋ゴール、藤岡1ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。1人20周、中沼選手2回目も2番手です。よいしょ。さあ伊藤選手と中沼選手は勝ち上がりです。そして B メイン3番手が木村選手、4番手が諸橋選手、5番手藤岡、6番手が榎本選手、 B メインの結果です。ここがいいペナルティになってるんですけど、壊れちゃうからね。どうした、見てんの。いやスタート位置、いや、うん、あスタート位置と、うん、よくある90度のところでみんな車のキーバーを使ったりとか
これ壁の方が空調感があっていいんだけど、はい、これもこう入ったらどうでしょう。いやいやいや、少しで買うことができる。まだ買って半年はい、それでは A メインくじ引いてください。プラクティススカウト、プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは古市、レンタカー、富山の初田、村谷、伊藤住職 GT、 中沼ワイド、名村選手、名村選手、その次が初田選手、その次が村田選手、1番また1番だはい、そして勝ち上がってきた伊藤選手、そして中沼さんが最後。はい、それでは A メインの選手コースオープンしています。さあ、 A メインは6分間立て続け2回行います。計12分間のレース。はい、伊藤選手 OK です。中沼選手 OK。 ちょっと待って、うんうん、大丈夫大丈夫、あれだ、よかったよ、走る前に気がついて。まだ油田上がらないですよね。あの隣は栗島選手 OK、 村田選手 OK、 隣の黒いやつまだ全然上がってない。隣の黒いやつ、これどこ乾燥したの、乾いてない。はいはい、初田選手 OK。 はい、全車ポンダ OK です。伊藤選手ちょっと直してるんでそれ待ちます。プラクティス終了です。それでは並べます。1番前栗島選手、2番目から名村選手、3番手スタート初田選手、4番手村田選手、5番手スタート後から来ます伊藤選手、そして最後尾から中沼選手です。それではスタートします。 A メイン決勝レース1回目、6分間です。レースを開始します。はい、OK です。さあ順位は変わってないのかな。トップはクリスマ、名村、初田、村田、伊藤、中沼の順です。順位変わってません。さあファーストスタートは栗島選手、8秒84が出ている。
一人だけです8秒台。さあ、栗島選手が8秒76、名村選手が9秒0、村田選手9秒0、伊藤選手は9秒3です。名村選手が9秒02ベスト、トップとは 1.1 秒、3番手初田 1.1 秒、村田選手はすぐ後ろ、伊藤、中沼と続く。さあ、村田選手捉えるか、伊藤選手が4番手争いに加わってきている。1分経過、6分間の長丁場です。決勝1回目、順位は1周目から変わっていない。栗島選手がトップを守っています。中沼選手後ろから来ます。トップ、ありがとうございます。さあ、伊藤選手がベスト9秒18、すぐ前に4番手村津選手がいます。4番手争いがコース上一番近い戦い。1分30秒経過、レースは11周目に入っています。さあ、今度は初田選手が名村選手を捉えるかという距離、0秒7。はい、中根さん、ありがとうございます。さあ、初田選手9秒06ベスト、2番手争いは0秒7です。村田、伊藤もずっと1秒以内。さあ、お時計2分になります。前の週、名村選手9秒02ベスト、トップ争いは4秒5です。栗島選手が逃げていく、伊藤選手9秒16、村田選手9秒03。さあ、初田選手にミスがあった模様、1回13秒台がありますね。3番手に村田選手浮上、4番手伊藤、5番手初田、6番手中沼選手。はい、伊藤さん、ありがとうございます。さあ、4番手までパスしていったトップのマシン、18周目に入っています。名村選手が2人目の8秒台、8秒96をマーク。3番手が村津選手、伊藤選手が4番手、初田、中沼と続いています。中沼選手9秒29ベスト、現在6番手。さあ、決勝1回目、大時計折り返し地点経過しました。栗島選手が21から間もなく22に入る。名村選手が8秒93ベスト。さあ、一番近いのは初田、伊藤の4番手争いです。0秒27。さあ、トップは変わらず栗島選手、逃げます。24から間もなく25に入る。3番手村田、初田、伊藤と続いています。3分50秒。さあ、一番近いのはやはり初田、伊藤の4番手争いです。残り2分きた。さあ、これベストは中沼、9秒16、6番手。残り90秒です。さあ、栗島選手が31から間もなく32に入っていったところ、ゴール予想41です。残り9周、伊藤選手9秒15ベスト、現在5番手、初田選手と0秒49。さあ、初田選手後ろからトップを来ます。間にトップを挟んで、これが初田、伊藤は4番手争い。さあ、初田選手をパスしてきました。伊藤選手はこれを利用していきたい。差が詰まっているように見える。その差が0秒68。残り1分を切っています。決勝1回目、栗島、名村、村田、初田、伊藤、中沼、残り45秒。
さあ栗島選手が37周目に入っています。ゴール予想41、南村選手のもう後ろまで来ている。トップ2番手の後ろまで来ています。トップのマシーン残り30秒切っている。さあ伊藤選手もね、差詰めてるんですよ。4番手あるすぐ後ろ、うお、さあ残り15秒です。勝ち上がってきた伊藤選手が4番手争い、村田選手9秒02ベスト、3番手残り10秒、残り5秒。さあ栗島選手が最終周入ってきました。大時計はここで伊藤住職 GT ゴール、伊藤ゴール、村田にゴール、村田ゴール、レンタカーゴール、フルシーンゴール、はい、栗島、あと初田中沼、中レース終了です。はい、全車ゴールです。マシンを回収してください。栗島、名村、村田、初田、伊藤、そして中沼選手の順、このまま決勝2回目いきます。はい、並べてください。栗島、名村、初田、村田、伊藤、中沼の順。はい、それではいきます。今日最後のレースです。 A メイン決勝2回目、6分間レースを開始します。OK です。名村、初田、村田、伊藤、中沼です。さあ3番手集団が団子になっている。初田、そして村田、伊藤、この間に栗島選手はファーストテストで逃げていく。1人また8秒台、8秒95。さあここで栗島選手が8秒87、そして名村選手が今回早い段階で8秒台入れてきました、8秒96。突破争いは 1.1 秒です。3番手初田、4番手に伊藤選手が上がってきた。村田、中沼と続く。斉藤選手9秒24ベスト、現在4番手初田選手と3番手争いしています。さあここでベスト伊藤選手です。9秒19、初田選手と0秒37、3番手争い。さあ初田選手は今度ベスト9秒23、村田選手が9秒03。さあ一番近いのは初田対伊藤、この3番手争い0秒22、中沼9秒44ベスト、現在6番手。1分30秒経過。トップは変わらず栗島選手、名村選手は 1.5 秒、3番手初田、伊藤、村田、中沼と続いています。さあここでトップ栗島選手8秒861をマーク、名村選手が2秒後ろです。さあそして3番手争いに1台村田選手が加わってきた。初田、伊藤、村田、この3台が3番手争い。さあ村田選手が一気に3番手浮上、初田選手に何かあったのか。栗島選手も1回ミスってますね。ただトップは変わっていない。名村選手がトップまで3秒1です。3番手村田、初田、伊藤と続いています。初田選手9秒23、村田選手まで0秒39。うわすごい。さあ初田選手後ろからトップが来ました。3番手争いの2台の後ろからトップ、まあ、ただ栗島選手はこのポジションを守っても総合優勝を決めます。名村選手はまだ2台後ろにいます。大時計3分になります。中沼選手9秒42ベスト、現在6番手。初田選手ベスト9秒15、村田選手の0秒2後ろです。
栗島選手は高みの見物を決め込んでいる。3分10秒経過。初田選手9秒08。さあ一瞬の隙をついて栗島選手前に出ました。そして初田選手大丈夫ですね。4番手守っています。伊藤選手が 1.4 秒後ろで5番手。3分30秒経過。一番近いのは村田初田の3番手争い。前の週0秒5、この週ちょっと離された0秒6。伊藤選手は9秒16です。伊藤選手はペースを上げてきた。初田選手は 1.2 秒。4番手争い。さあ、おどけ間もなく4分になります。残り時間2分。総合優勝に向け栗島選手が27から8周目に入ってきます。今回40周予想。2番手名村選手も40周予想です。レース29周目に入ってきました。さあ、初田選手と村田選手、初田選手が前に出たのか。これ初田選手が3番手か。おっ、甘い。さあ、伊藤選手が今前へ出たんじゃないか。これ4分30秒経過。トップは変わらず栗島選手、2番手名村、初田、伊藤、村田です。中沼選手が6番手。3番手争いが熱い。初田、伊藤、村田、これが1秒ぐらいの中に入っています。おっと、1台こけた。初田選手です。その横を伊藤選手が抜けていった。伊藤選手3番手勝ち上がってきた。伊藤選手が決勝2回目3番手です。残り時間ちょうど1分。さあ、名村選手はね、トップまで2秒9です。残り50秒。さあ、伊藤選手が3番手、4番手村田、5番手初田、中沼6番手。残り40秒。いや、今度は伊藤選手に村田選手が近づいてきている。0秒6。このヒートの3番手争い、残り30秒切っています。伊藤村田もう2周あります。残り20秒。さあ、村田選手がぴったりとつける。もう1周あります。この2台、大時計残り10秒。さあ、これベストは伊藤選手だ。9秒15。さあ、おどけ間もなく6分になります。ここで6分。伊藤住職 GT ゴール、3番手村田、4番手栗島、トップゴール、富山の初田ゴール、レンタカーゴール、中沼さん、中沼さん、あれ、レース終了です。マシンを回収してください。2回目栗島、名村、伊藤、村田、初田、中沼でした。レース展開は良かった。この2人は別として面白かったね。いや、楽しい。はい、総合優勝栗島選手、2番手名村、3番手に村田選手です。4番手伊藤住職、5番手初田、6番手中沼、7番手木村、8番手諸橋、9番手藤岡、10番手榎本選手。はい、それでは栗島選手以外に行きます。今回電池です。電池いくよ。最初はグー、じゃんけんぽ、パーの人。おお、きくね。一人だ。あれ、それ、何だ。じゃあ、来たの、来たよ。はい、おめでとうございます。なんか今のフェイントで、あ、すげえ。いや、久しぶりに悔しいんだけど、マジで。はい、表彰台栗島、名村、村田です。勝ったレシー返しました。これ返しました。ちょっと送んなきゃいけない。
からペースが上がった。福島、名村、村田選手の3番。いや、後半とペースが変わらない。変わらない。はいはい、ちょっと待ってね。